1992年、アントノフアン -124 墜落事故は、1992年10月13日に、ウクライナで発生した、航空事故である。ホストメリ空港を離陸しテスト飛行を行っていた、アントノフ設計局のアントノフアン -124 から100が、操縦不能に陥り墜落し、乗員9人中8人が死亡した。この事故は、 アンマイナス124発の全損事故かつ死亡事故であった。事故期は1984年に製造番号195億3050万千三として製造された3期目のアントノーフアンマイナス124であった。また、当初は機体記号 CCCP-68345 マイナスとして登録されており、1986年に CCCP-82000 に変更された。アントノフ設計局は1990年1月から1992年12月までの間に民間の対空性基準に関するテストを行っていた。事故当日は高速飛行時の制御特性に関するテストを行っており、機内には9人の乗員が登場していた。アン -124 はホストオメリ空港離陸し、 一万九千フィートまで上昇した。その後操縦艦を右に切った状態で530キロメートル毎時から650キロメートル毎時までの加速を開始した。前方貨物ドアが開いた状態の案 -124-614 キロメートル毎時の速度まで加速した。時、突然、レドームが破損した。これにより、機体前方部の貨物ドアが脱落し、 待機速度が急激に低下した。また、破片の一部が第3エンジンに吸い込まれ、エンジンが自動的に停止し、油圧系統も損傷を受けた。そのため、飛行機器に障害が発生し、パイロットは待機速度がわからなくなった。第2エンジンと第4エンジンの推力を上げると、第4エンジンがサージングを起こした。これは、第4エンジンの吸気口が、 破片により塞がれたためと考えられている。また、第一エンジンの水力を58%まで上げると、機体はスリップし始め、操縦は困難となった。機長は、機関士にパラシュートを使い脱出するよう指示した。この指示を受けて、後部客室にいた、機関士の一人がパラシュートを使い、緊急用ハッチから脱出し、重傷を負いながら生還した。パイロットは、 ホストオメリ空港への引き返し、緊急着陸を行おうとした。空港へ向かっている最中、アントノフアン -22 二アン -124 と平行に飛行しながら待機速度を調べ、4 5 0 k m 時だとパイロットに知らせた。減速するために、パイロットはフラップを展開した。しかし、油圧系統の損傷により、スラットと,と、 主翼外側のフラップしか展開されず、機体は急速に降下し始めた。パイロットは急降下を止めることができず、現地時間12時頃に機体は空港から 43km 西の地点に墜落した。レドウムの破損は鳥との衝突が原因である可能性が報告されている。また、衝突した鳥の重さは約 1.8kg と推定されている。 ありがとうございます。